や今日さあの病院に行ったわけなんですよ。すいませんね、あの病院トークでさ、あの超正論パンチ先生なんだよ。正論パンチ先生がさ、あのお仕事でお休みの時間は取れてますかって言われて、いやーまああの自分でだいたいスケジュールとか決めるんで、まあここ数年休みっていう休みはないですかねって言ったら、うん、まだね休んでくださいって言われてあの土曜日とか日曜日とかあの自分で決めてね、その日は何もしない、仕事をしないっていう日を作ってくださいって言われて、いやまあでもそういうわけにもいかないんですよ。その先生ね、マジね、仕事を休めしか言わないのよ、基本的に。まあ、今日もね、言われた、なんか、寝れるようになりましたかって言われて、ちょっとまあ、なんか最近余計ちょっと寝れないっすねって、なんかいろいろあったからさ、ちょっと寝れない日々が続いてますけど、って言ったら、まあ、でもね、それは多分ギリギリまで仕事してるからじゃないですかね、って言われて。12時に、お布団に入るようにしてるんですって言ったんだけど、え、でも12時前までギリギリまでその、お仕事をされてるんですよねって言われて。まあ、配信のことね。それをまず、それがまずいけないですねって言われてさ、セロパッチなの。そう、そうなん、まあね、いや、うん、そうなん、うん、そうなんすけどね、つって。で、やっぱりね、その、お仕事に休みがないと、ずっとこう脳が活発になってる状態だから、やっぱり脳を休ませないといけないから、やばい、でも、早く12時までにはお布団に入ってないと、あの、正論パンチ先生に怒られる。今日もね、まじ、超ずっと正論パンチだった。お仕事は、自分で管理してるんだったら、休めるんじゃないですかって言われて。いや、まあ、いや、まあ、まあ、でも、そうもいかない時も あって、なんか、詳しく言えないから、なんとも言えないみたいなとこもあってさ、ただ、休めない時も、ライブとかでね、休めない時もあるんですよ、って思うんだけど、まあ、先生には何とも言えないし。まあなんかね、やっぱ心身ともに、こう健康でいるためには、やはりこうね、十分な休息が必要。まあ睡眠もしっかりとらないと、ね、よく寝れてないんだから疲れるに決まってるでしょ？だから、あの仕事をちゃんとつけ、休みを作って、寝てください。で、12時にお布団に入って寝たいんだったら、もう10時にはお布団に入って目をつぶって、スマホも何も見ないで、いてください。まあ、でもね、ラミーね、この目の中では、相当、健康的な生活をしている方だと思うんだけど、やっぱね、こう、昼夜逆転とかしてる人とかいるじゃない。昼夜逆転は良くないって言ってたね。正論パンチ先生の言うことはマジで正論なんだけどさ、普通に働いてる人でもなかなか難しいよね。だって、まあ土日に休みがあるとかってなったとしてもさ、やっぱそういう日って、ちょっと遊びたいなとかって思っちゃうじゃん。こうやってなんかこう配信見ようとかさ、なかなか夜寝るのもったいないみたいになったりとかするじゃん。で、夜遅くまで起きてて、正論だけで生きられるほど人生甘くないよ。今度じゃあ先生に言ってみるわ。そうやって。先生、正論だけで生きられるほど人生は甘くないんですよって。なんて言うんだろう、先生。じゃあもう知りませんってなるよな、そんなこと言われたら。戦いが始まる。戦え。
いや、始まるよな。あなた何しに来てるんですかってなるよね。